どうもこんにちは、よろしくお願いします。今日はですね、ちょっと情報圧縮という話をしたいんですけど、その量子コンピューターのですね、 AI 機械学習やってる時に、その量子コンピューターって何でも解けちゃうんじゃないかっていう人、思う人いると思うんですけど、全然そんなことはなくて、まあ、量子コンピューターも普通のコンピューターです。で、今のコンピューターってやっぱその昔の人から見たら万能で何でもできるでしょって思うけど、まあ、使ってる人からしたらもう全然限界があって、そんな何でもできるもんじゃないよっていうのがあると思います。で、例えば最近流行ってるその深層学習ディープラーニングとかっていうのは、まあ、人間のですね、ニューラルネットワークっていう神経細胞を非常に簡単に模式化してコンピューターに実装、ソフトウェアで実装するわけですね。ただやっぱそんなですね、人間の脳ほどはそのコンピューターっていうのは性能がないんで、まあ、いろんな工夫をしてそのですね、いらないところは省略するわけですね。で、そういったですね、省略をする、まともに計算したら終わらないんで、そのよく計算であんま意味がないところは省略をする必要があります。なんで元あったですね、膨大な情報をまあ圧縮する必要があるわけですね。なんでいらないところは切って情報量を小さくすると、まあ、それでも精度といって、あの計算のですね、したときにあんまり精度が落ちないように、正確になるように保ちながら、いらないところをいかに削っていくっていうところがポイントで、まあ、ディープラーニングなんかはそういったニューラルネットワークという仕組みを使って、まさにその情報圧縮をまあ実現しているわけです。で、そういうですね、画期的な計算ができれば AI 分野においても今のですね、非力なコンピューターでもまあ十分ですね、性能が出るというふうな風になっています。なので、そういった情報圧縮というのは非常に大事なわけですね。で、量子コンピューターにおいてもそれは情報圧縮というのは非常に大事になっています。なんでかというと、量子コンピューターはまず性能がですね、量子ビットが少ない。で、性能もですね、エラーが多い。なので、いらない情報をまあ切り取ってですね、量子コンピューターでもまあ情報圧縮をしなくてはいけないということになります。で、そうしたですね、量子コンピューターにおける情報圧縮っていうのは、既存のコンピューターの情報圧縮とはちょっと種類が違います。なんでかというと、量子コンピューターっていうのはですね、波動関数、状態ベクトルといって、すべての場合の数を含んだですね、情報をまあ持ってるわけですね。で、このですね、状態ベクトルっていうのは情報圧縮できません。これはですね、もう一位にあるもので、で、その中に格納されている数字がですね、まあ情報圧縮を使ってやるわけです。で、こういったすごいでっかいですね、ベクトルといってこう数がいっぱい並んでるんですけど、まあかなりばらつきがあります。で、そのばらつきの中には、こことここがですね、関係するとか、こことここが関係しますよとか、こことこはあんま関係ないですよっていうふうにして、量子ビット数同士の関係ですね、離れててもある程度関係があるっていうところを、まあ、量子もつれというですね、仕組みを使ってやるんですね。で、こういったですね、でっかい波動関数状態ベクトルといって、すべての場合の数を含んだ答えをですね、まあ、最初に用意するのは、まあ、量子の重ね合わせといって、まあ、バラバラにしてですね、すべての確率を重ね合わせを使って、こういったですね、分布を作って、あとはもつれを使って、ここはここ、こう、ここはいらないから減らそうっていうふうにして、倍の数をまあ操作しておくわけです。で、量子コンピューターの場合には、0、1そのものを計算するんではなくて、0と1がですね、ある程度どの確率でどの答えが出るかっていう確率をですね、操作するようなマシンなので、そういったですね、まあ新しい手法が必要になるわけですね。で、まあうちの会社の場合はですね、というか、まあ社長のほぼ独断なんですけど、そういった量子コンピューターを使った情報圧縮っていうのは、その普通のコンピューターの場合に、そういった AI、機械学習をする場合には、情報圧縮っていうのは非常に大事なのと一緒で、まあ、量子コンピューターをする場合にも、まあ、情報圧縮っていうのはめちゃくちゃ大事です。そうするとですね、量子ビットを減らせたり、あと量子コンピューターの計算をするための量子回路ですね、が短くできたりっていうふうにして、まあ、かなり効率的に計算ができます。そうするとですね、少ないリソースで、高精度な計算ができるということで、情報圧縮っていうのをまあ積極的に推進をしています。で、その時ですね、情報圧縮の手法として何があるかっていうと、実は量子コンピューターっていうのは量子ゲートと呼ばれるですね、1量子ビットゲート、2量子ビットゲートっていうのしか使えません。で、そのですね、2種類のゲートを使い込んで、どうやって情報圧縮をしていくかっていうところがまあポイントなわけですね。で、通常業務をしていて、まあ、いろんなですね、論文とか、いろんな技術をですね、見てくるんですけど、まあ、基本的にですね、結構ですね、まあ、最先端行ってる企業でも、きちんと情報圧縮に関して、まあ、理解しないっていう企業は結構いて、まあ、どういう仕組みでですね、情報圧縮をするかっていうですね、戦略がですね、あまりない。まあ、結構適当なものを作っちゃうっていう会社もいます。はい。まあ、会社もいますって言ったら来られちゃうんですけど、適当なんです。
で、そのやっぱりですね、このロードマップですね、その人間の脳みそを今のコンピューターでいうとニューラルネットワークみたいなものを使って、そうですね、効率的にですね、情報圧縮するっていうところを、まあ、自然界のですね、モデルというんですけど、自然界の似たようなものからこう普通のコンピューターにニューラルネットワークといって神経から、まあ、アイデアを得て作ったのと一緒で、まあ、量子コンピューターはですね、現実世界ですね、うまくいっているモデルと呼ばれるものを、まあ、量子コンピューターの回路ですね、に翻訳をして変換をする必要があります。で、その中でですね、うちの会社が採用しているのはテンソルネットワークという方式で結構前から採用しているんですけど、ただですね、テンソルネットワークっていうのは、やはり量子物理学の世界をですね、やっぱ綺麗に記述してくれるわけですね。しかも、情報圧縮をしながら記述できるということです。で、これまではですね、この情報圧縮ですね、っていうのは、その量子コンピューター上での情報圧縮っていう分野っていうのは、まあそんなに進んでないですね。で、そういったですね、テンソルネットワークっていうモデルを量子回路上にですね、インストールっていうか、こう、実装するっていうアイデアがあんまなかったんですけど、まあ、近年ですね、やはり、諸外国、そして、中国ですとか、まあ、日本も含めて、テンソルネットワークを量子回路上にですね、実装するということによって、まあ、情報圧縮をですね、実現しようという試みがあります。さらにですね、そこから派生して、今までですね、ソフトウェア上では、まあ、こういった使い方っていうのは、まあ、想定されてなかった使い方っていうのが、最初にソフトウェアで想定されて、かつそれがですね、ついに最近ハードウェアでできるようになったということで、まあ、結構情報圧縮の時代もそのですね、ソフトウェアから発信して、まあ、ハードウェアの機能をですね、作り込んでしまうというところまで来ています。で、具体的にはですね、その情報圧縮っていうのは、まあ、大きく分けて2種類あります。で、量子コンピューターの情報圧縮ってですね、量子コンピューターっていうのは量子もつれっていうのがあるんですけど、まあ、全てのですね、答えに対してもつれがですね、適用されてると、まあ、ものすごい複雑になっちゃうわけですね。なんで、そこはですね、かなりですね、どれくらいのもつれの強さを維持するかっていうですね、ところを、まあ、最初に決めてしまう。そして、ものすごいですね、シンプルに、モデルを作ってしまうということで、軽量なモデルを作ることがあります。で、2種類あってですね、1つはですね、基構造ですね、枝分かれトーナメント構造。1個から2個、2個から4個、4個から8個、8個から16個と。もしくは16個から8個、8個から4個、4個から2個、そして2個から1個というふうにして、まあ、だんだん減らしていくとですね、情報圧縮をしていきます。もしくは、情報圧縮ですね、もつれ自体の情報圧縮ということで、1次元にですね、してしまって、こう、複雑な2次元を、まあ、ちょっと排除して、1次元でですね、なるべくシンプルですね、隣と隣、隣からちょっとずつですね、遠距離に伝播していくような、まあ、モデルの、この2種類を主に使います。で、このですね、1次元でつないで、隣と隣、つなぐですね。それでも、こことここの影響っていうのをつないでいくと、こことここにも影響が出るというふうにして、まあ、影響力がちょっと弱くなっちゃうかもしれないですけど、この影響力がですね、実は隣とどれぐらい影響するかっていうことを調整することによって、なるべく遠距離まで強いですね、関係性を持つというようなふうに、まあ、設計をすることもできます。なので、まあ、そういったですね、1次元でつないだり、トーナメント方式で2次元でどんどんですね、落とし込んでいったりというふうにして、まあ、情報圧縮もですね、量子コンピューターの世界は、まあ、いろんなですね、種類があるわけですね。で、近年は、まあ、そういった情報圧縮と AI っていうところに関して言うと、まあ、かなりですね、近年は、進んできてまして、まあ、数年前までですと、まあ、かなりですね、まあ、そんなのないな、ちょっと見たことないんだけどっていう感じだったんですけど、まあ、諸外国、日本を含めて、結構ですね、量子コンピューターを使った、そういった情報圧縮のモデルっていうのが、まあ、散見されるようになってきました。なので、まあ、主に使われない、やっぱり、量子ニューラルネットワークとかですね、量子コンボ、畳み込みニューラルネットワークと呼ばれるもんで、まあ、そういったですね、2次元の、こういったちょっとずつトーナメント方式で、まあ、落とし込んでいくっていうものが、まあ、一番多分、モデルとしては多いんですけど、そういったものを使って、まあ、効率的にですね、自然言語処理や、まあ、そういった画像認識をやってやろうというような、まあ、機運っていうのが、まあ、いくらかあります。で、実際ですね、計算時間ものすごいかかるんで、学習もすごい大変なんですけど、まあ、そういったですね、かつ実機で実装しようとすると結構苦労するというところもあって、まだまだそんなにですね、実用化っていうところはいかないんですけど、まあそういった物理の世界でいう情報圧縮っていうのを、まあそのつぶさにですね、量子コンピューターの上で、まあ、実装するというところは、まあ非常に面白いものがあって、まあそういった展望としてもですね、やはりその、
量子コンピューターで使うっていうところは、まあ、新しいんですけど、量子コンピューター以外の分野では前からあるところなんで、まあ、そういったところの技術をですね、一個一個量子コンピューターに実装して、まあ、パフォーマンスを見ながら、まあ、将来的なですね、量子コンピューターの大規模活用に向けてですね、まあ、AI、機械学習の分野を、まあ、推進していくっていうところは非常に面白いかと思いますので、まあ、興味ある人はですね、まあ、テンソネットワークですとか、まあ、情報圧縮というところを、まあ、AI に活用するというですね、量子コンピューターの、まあ、テーマをですね、研究ですとか、業務に活かして、ちょっと見てもらえばいいかなと思います。はい、じゃあ今回は以上です。